ちは。こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、お名前から自己紹介をお願いいたします。はい、和久玲子と言います。睡眠栄養指導士という仕事をしてまして、皆様の睡眠の質を良くしていただいて、ぐっすり眠っていただいて、主に今は24時間のテレビショッピングで、眠りの質が良くなるパジャマのご紹介をしています。大学卒業して、大手の電機メーカーで国内向けのテレビの設計士さんのアシスタントをしてました。ちょうど5年おりました。結婚退社ですね。主人が元ですけれども美容師さんだったので、それを手伝おうかなと思って、実家の方でやっていたので手伝おうかなと思って辞めました。会社員時代に通信で2年間でその当時学校を卒業できる制度がありまして、で会社の有給休暇を全部、その学校にも一定時間通わなきゃいけないんですけども、それで無事に卒業してっていうところでしたね。結婚してすぐにお手伝いをしようと思ってたんですが、はい、2ヶ月ほどで終わりました。主人が会社員になりたいって言い出して、でその利用の仕事をすっぱり辞めてしまったんですね。それに伴い私もお手伝いが終わってしまったという感じですね。人の会社員としての仕事が結構ハードワークだったので、優しい主人でしたし、子供もすくすく育って楽しく過ごしてました。15年ぐらい、その頃には子供3人になってまして、下の子が2歳ぐらいですね。上が中学入ってましたね。そんな頃なんですけれども、夫がなんとなく動きが家を出てしまいまして、青天の霹靂だったんですけれども、で結局別居が始まりました。それは突然だったんですかね。はい、そうですね。私としてはなぜなんだって不思議でたまらない、彼の行動ではありました。その旦那様はどういったお仕事をされてたんでしょう。物流関係の結構大手の会社で、もう本当に管理職まで頑張ってね、専門職から職人から、ね、転職して頑張ってそこまでやってた努力家の彼だったんですけども、その会社が結構ハードワークで、睡眠時間3時間ぐらい毎日のようなハードワークで、でやっぱり健康を支える方を結構メインに私は気をつけてはいましたけれども、はい、それがどのように旦那様の行動が変化されてきたんでしょうね。連絡なしに帰らないことは絶対なかったので、朝の、4時とか3時ぐらい、3時とか4時ぐらいまで帰ってこなかったから、私がメールをしたんですね。そしたらもう帰らないからっていう、私は帰り待ってたんですけどね、なのでびっくりしましたけれども、で何が起きたんだろうっていうのでやり取りして、で結局、分かったのが、不倫っていうことですね。不倫なんですけれども、一般的な不倫なら傷が浅いうちにもしかしたら何か修復できたかもしれないんですが、お相手様が、プロのそういうことをする人、詐欺師というかね、男性のお金を取ってそれを繰り返していろんな男性のところに行くっていうような、探偵の方に1週間もう張り込んでもらったんですよ。自分じゃ探せないし、詐欺師っていうのは退職金詐欺師っていう、それを繰り返してた女性だったんです。うちの夫もその女性のところに行ってほどなく会社を辞めて、で退職金を全部その女性に貢いだという事実が発覚して、私たちが住んでた賃貸も夫の名義で借りてたんで、急に解約の連絡が来たりとか、あとは保育園も退園の連絡とか、はたまた、離婚届も捏造されて、不受理届っていうのかな、
それがあるってことをネットで収集して分かって、ちょうどその彼がそれをアクションを起こす多分 2,3 日前に私が自分の区役所に不受理届を出してたんですよ、うん、それで政府でその急に離婚は成立しないで済んだ、おそらく向こうは離婚届をその女性と一緒に書いて意気揚々と役所に届けたら、その役所の方に多分返されたんでしょうね、不受理が出てますよって、うん、できればその旦那様と修復をしたかった。あ、もう全然まだ、その後多分ずっと1年半ぐらいはそういう感情はありましたね。で自分もああこうしてあげてればよかったって、やっぱり一番下が2歳だったんでとか、いろいろな学年差の精神年齢の違いのある子のケアもしつつ、あの下の子を育ててたんで、夫として見てなかったっていう反省点とか、やっぱりその男は一人の男として寂しかったりとかもあったかもしれないしとか、いろいろね自分も学ぶ点もあったし、だからそういう話もね冷静にできたらいいなって思ったんですよ。またフラットに会えたらそういう話したいしっていう気持ちが何年間か続いた。その後私は関係を修復するための調停っていうのがあるっていうことを知って、それで冷静に話し合いしたいなと思って、で私がその関係修復の調停を立てたかったんですけど、同時にそれを私が申し出たところ、向こうはその離婚の調停を同時進行したいっていうのが来て、もうしょうがないから各所各方面のいろんな調整で、私はもちろん会社員ちょっとその時やってたから、それは普通にもうものすごいハードワークだったんで、昼間昼間で忘れてやんなきゃいけないし、あまりのストレスだ、もう悲しさというかね。じゃあ、うん、いきなりその晴天の霹靂で、はい、そういうことになって、はい、お仕事をしながら新しく住むところを探したり、そうですそうです、新しくお子さんを保育園に入れたり、はい、なので子供がなるべくその寂しい思いしないようにその街の中でもう慌てて移って、で移るのもなんかもうご縁で、いろんなお導きがあって周りの支えがあってって、なんとか賃貸も移ったし保育園も踏みとどまってもらったし、その調停も結局ね夫は1回目しか来なくて、多分夫はなんかうまくいきそうもないと思ったみたいで2回目以降の調停一度も来なくて、で私は多分7回目ぐらいまで毎回弁護士さんと行って、で結局調停不成立で、その後審判っていうのに移って、ちょっと専門的な話ですけど、そこでまだ離婚してないから一般的に皆さん慰謝料みたいなのの話かと思われるんですけど、そうじゃなくて婚姻費用っていう名前の専門用語なんですけど、要は生活費をこの子供たちで今までこれぐらいの年収の家庭でっていうので割り出してもらって、毎月いくら払いなさいという命令が向こうに行ったんですが、でも一度も払うことなく、もう私は無一文というか、もう派遣も途中で終わったし、もう丸裸というか何もない状態で、お幸せにね、はい、暮らしてらしたその15年の結婚生活を色気で、はい、こう男性に言って、はい、お仕事を辞めさせて退職金を奪うという、うん、その女性が旦那さんの会社に普通にその事務員さんとして入られたんですね、はい、あ、そうなんです。うちの夫が、まあ、採用とかも多分してて、でその女性が入ってきた時に実は私悩みを聞いてたというかね、家帰ってきてもう変なのが入ってきちゃったよって、女性ね仕事全くしないで社員の体触ったりとか、もうなんとかせーんって言ってスリ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 やるばっかりで、で女性の社員さんもみんな怒っちゃってて、もうその女性がその会社の中で何人も会社辞めさせて、で退職金取って次の男性に行くっていうのをやってて、3人目がうちの旦那さんだったって、探偵に1週間見せてもらって調書みたいなのを見せてもらったんですが、写真がねその当時写真でしたけれども、まあ本当に会社に出勤する様子とか、もうお胸が見えそうなお洋服着て、もう歩き方とかもしゃなりしゃなりで、で年は私とどっこいどっこいだったんで、ちょっと
ある意味感心してしまったんですけど、自分の肥やしにしたいなっていう思いでずっと過ごしてきた気がしますし、あと子供の親なのは変わらないので、最初のうちは関係修復を望んでたので、子供たちも納得して、ああ急な転勤だったんだねみたいな、お父さん頑張ってるかねなんていう2年ぐらいはね、それでなんとか過ごして、なんとかその間にまた戻ってきてもらおうかななんても思ったりもしてましたね。4年ぐらいは私も離婚する気も起きず、別居してから4年後ぐらいに、あもういいかなと思って、けど東日本の大震災とかも あったりとかもして、そういう時に連絡もないとか、いろいろやっぱり事実なんだなとか、いろいろ事実として目覚める出来事だったり、時間の長さだったりとかが手伝ってくれて、ああ離婚しなきゃいけないんだな、私の旦那さんじゃないんだなっていう、気づくのに今4年ぐらいかかって、4年後、2014年ぐらいに、籍を、離婚届を出しまして、本当に必死に毎日生きるか死ぬかでやってたので、あれですか、その4年間の間は、一切旦那様から金銭的な援助というのはなかったんですか？1円もないですね。婚姻費用って家庭裁判所で決まってた額も1円も払ってこないので、もう気持ち切り替えようって思って、もう帰ってこないから、感謝は続けながらも、で生活は、その時介護士やったり、あとやっぱりエステティシャンやったり、派遣もやってたかな、あと工場の香水のシールラベル貼りとか、日払いだったりとか、もう掛け持ちして、もうとにかく1ヶ月間生き延びなきゃっていうのを毎日毎日、もう明日もうしょっちゅうもう死んじゃうかもなって思ってましたね。死ぬ、もう死んじゃうかな、もう死んじゃうかな。かなりご苦労されました、金銭的に。いや、しましたね。ずっとしてましたよ、ずっとずっと。いろいろなことを必死で、目の前で出会った仕事をこなして5年ぐらいいたんですけど、5年ぐらい経って、ちょうどね、お友達とランチしてて、そしたらそのお友達が再婚してたんですよ。で赤ちゃん産んで、赤ちゃん連れで登場して、で私再婚したきっかけがね、このインターネットの再婚希望の人たちが集まるコミュニティみたいなのだから、これに登録してみなみなってすごい言われて、でその場で登録して、事実婚の相手と巡り合ったわけですね。優しそうだったし、で私が一番、悩んでいたお金の部分が、クリアできると言ったらあれですけど、きちっとなんかこう死ぬまで面倒見てくれるみたいなことを言われたので、信じてしまって、で4ヶ月後ぐらいにもう子供の転校とかも、もう全部整えて、新学期の頃に、新学年に移り変わる頃に、そのちょっと田舎の方に越しまして、ちょっと朴訥としたおとなし方だったけれども、優しいから私が明るいので楽しい家庭にして盛り上げたいななんて、今思うと浅はかなんですけど、行って、引っ越しのちょっと直前に、籍は入れませんと、自分の遺産がを息子にだけに渡したいから、あなたたちの子供3人には渡したくないからって、ちょっとした会話でも言ってることがコロコロ変わるなっていうのはあったんですね。それが結局嫁いでからそこが大きな問題だったっていうことにつながるんですけど、嫁いで1週間後ぐらいに、モラスハラスメント系の男性だということが発覚して、そういうタイプの人って、自分が手に入れるまではものすごいいい人なんですね。で手に入れた後も他人の目にはすごいいい人に映ってるんですよ。だから外面がいいって言い方しますけれどもね。その男性はどんなお仕事をされてたんですか？土地のオーナーさんだったので、家賃収入で生活しているような、地主さんですね。地主ですね。その一緒に暮らした期間がどれぐらいだったんでしょう？1年半ですが、もう嫁いで1週間後ぐらいからもう急に表現したんですよね。人が変わって、もう別人レベルで、何が起きたんだろうって、もうで、ああいう時ってそのモラスハラスメントを受けた側って
全く同じ心理になるそうなんですが、ステップを踏むそうなんですが、まずは私が悪いんだって思うんですって。もう全て私が悪い、私がこういうことを言っちゃったからだ、私が治せば治るんだって思って、関係修復に必死になる期間をまずはが、まずはあるそんな風に思わされちゃうんですか、何か。そう、お相手になんかね、そういう気持ちにまずはなっちゃうというか、そういうふうにな思考になる人がそういう人と出会うのか、どっちが先だかわからないんですけど、その死に物狂いで生活してて、その人と出会って、子供も一緒に引っ越ししてっていう大きなことを経て、やっぱりその失敗したくないみたいなのがあったから、自分で直せることは直してうまくやりたいってまずは思ったんですよね。でそしたらどんどん悪化していって、いろんな、なんだろう、制裁措置というか。具体的にはそのモラハラっていうのはどういうようなことがあるんですか。そうですね、いろいろあったんですが、例えば、夕飯の晩酌時は座っちゃいけなくて、ずっとキッチンに6時間ぐらい立ってなきゃいけないっていう決まりとか、まあ、ルールというかあって、おかずも10品ぐらい作らないと怒り出すし、向こうはテレビ見て楽しく晩酌してるんですけど、ちょっとテレビ見て笑ってるから覗き込んだりすると、もう引っ込んでろって、もうそのテレビ見る分際じゃないみたいな、まあ、基本要は、一緒に楽しんじゃいけないっていう感じだし、あとは意見を言ってはいけないんですね。君は僕の話をはい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 ってイエスだけ言っていればいい人間だみたいなのでもう怒り出したりとか、もう私に心とか意見があっちゃいけないんですね、基本。そんな男性がこの世にいるんですよねそうですね、巡り合わない人がほとんどだと思うので、だけれども悩んでる人もいるし、あとはご主人が実はそういう楽だったりするけれども、やっぱり諦めてたり我慢してたりしてる女性はいっぱいいるそうですね。そうなんです。私も本当パニック障害っていうのになって救急車で何回も運ばれたし、動悸とかが止まんなくなったり、もう体中、毎朝起きると、全身じんましんがもう世界地図のように、もう体中が皮膚が膨れ上がって真っ赤っかで、痒みと熱を伴って毎朝もう頭から足まで真っ赤っか で、それとともに心臓が急に鼓動が高くなったりとかして、突然始まるので、このあと心臓が止まらなくなってそのまま死んじゃうんじゃないかなっていつも思ってましたね。そんな感じで、でも救急車で病院に運ばれたら、今度は入院先のベッドのところで罵倒するわけですよ。お子さんたちに対してはどんな。彼は、直接、そうですね、でも怒りっぽかったし、あとは学校での様子とかを伝えると、要は事実婚をね、そういう人ってすごく利用するんですね。学校の悩みとかをしだすと、もう全く聞かなく、もう全然違う方向向いちゃって、例えばあなたたちの何々家のお話ですから僕には関係ないので、やめてもらえますかとかいう、なんかもう他人事になるんですね。だけれどもちょっと田舎だったんで、年がら年中お祭りだの行事があったんで、いろいろそれに合わせて準備とか私がするわけじゃないですか。あとは先祖のお墓参りとか、そういうことはまあ当たり前なんですね。何々家の人間だから当然でしょみたいな。だからちょっと今お墓参りしてきましたとか報告しただけで、偉そうに言うんじゃない、何々家の人間なんだから当たり前だろうって急にそっち自分のね家の人間だっていう風に、捉えたりで、私の子供のことになるとそちらさんのことなので、そちらさんでやってくださいと、僕は関係ありません。でもそれは籍入れてないことによって、そこで操作できるってうまくね使われてたというかね、そんなこともありましたし、まあまあいろいろあって、私も具合悪かったんで、このままいたらおかしくなるかなと思って、いろいろ相談機関に相談したり、それでもう皆さんに口揃えて言われたのは、もういつ死んじゃうかわからないので、具合悪くなって死んじゃう可能性があるので、もう早く家を出てくださいって、なんかいろいろお導きがあって、お友達の援助とかいろいろあって無事に
脱出はできました。もうその日一日もドラマティックでしたけども、大雨の中もうまあ浮浪者のようなもう自転車に荷物いっぱい子どもの自転車と私の自転車と山積みにして、引っ越し屋さん業者さんと待ち合わせした場所まで行ってみたいな、そこにひっそりこっそり運び続けてた荷物をそこで引き取ってもらってとか、まあやって、でももう見つからないかどうかっていうので、もうハラハラしながら逃げ出して、2日後ぐらいにやっと気づいたんですよ向こうは。でもいつか行ってくんですかみたいな。戻ってきてくださいっていうことはなかったんですか？あ、ないですね。そういう感情的に帰ってきてほしいみたいなのは一切なくて、でその人ね、奥さんに逃げられたのが私で3回目なんですよ。でもうこれから嫁ぐぞっていう直前にそういう話聞いたんで、なんかやっぱり大丈夫かなっていうのはあったんですけど、本当、うん、いろんな思いをしながら、うん、はい、この4年前ぐらいに脱出してきまして。じゃあお子さんたちも安心されたんでしょうね。そうですね、あ、うん、5年ぐらい前か、うんうんうん、そうですね、子供はもう本当にいろいろ辛い思いさせて、でも子供ってエネルギー高いので、学校行けば学校はそれなりに楽しい場だったし、まあ、そういうのでものすごくそっちに行ったことによってなんかマイナスばっかりではなかったと思うんですけど、それでも私が辛い思いしてるのは知っていたから、それがなくなったっていうことで喜んでくれたのと、あともう家出して来た直後にもう真ん中の子に娘長女に言われましたね。もう本当にお母さんは甘いと、もっと思慮深く、まあ、つまりもうちょっと物事を深く考えて行動しなさいと、今回のその結婚2回目の結婚も中学生だったんですけどね、浅はかすぎたって言われましたけども、まあ、本当 1,2 ヶ月ぐらいゆっくりして家のこと整えて、でその後ね、結論がなんか明確ではないんですけど、なんか起業家みたいなの、多分インターネットとかすごい見てたんでしょうね、起業家みたいなのを目指した方が子どもたちのやっぱり、会社員とかやっぱりじゃあ養えないかなと思って、で起業家っていうものになろう、女性起業家みたいなのになろうって思って、でそれの勉強を始めましたね、うん、最初はコーチングとかカウンセリングとかの勉強して、そこから1年後ぐらいに、うん、今やってる睡眠の専門家としての道に出会って、でそこから睡眠栄養指導士という肩書きで活動をっていう流れです、うん、睡眠にめちゃめちゃ悩んでる人対象ではなく、私の場合は、ぐっすり寝て元気に幸せにハッピーな気分でニコニコ生活する人を増やしたいぐらいな、ちょっとどっちかっていうと軽い感じで情報提供している、うん、それはどうやって集客をされていたんですか？あ、そうですね、インターネットで基本 SNS でやってましたけれども、うんうん、ほどなく今やってる24時間のテレビショッピングの睡眠の専門家として出演しませんかっていうオファーが来て、でそこからはそれを今2年ぐらいやってますので、結局今パジャマの伝道師って言い方してるんですけど、部屋着で寝てる人が今結構若い方中心に多いんですね。まずそこからなんですよ。もうパジャマに着ること、パジャマに着替えることってすごい実は大事で、毎日ルーティーンで寝る前にパジャマに着替えるっていうことで脳にこれから寝るぞっていう信号を送るんですね、うん、私の扱ってるのは素材が伸縮性が高くて眠りにすごく大事なファクターとして寝返りのスムーズさがあるんですね、うん、とにかく寝てる時にストレスを感じにくい作りになっています、うん、そちらはテレビショッピングの方で販売されているんですか？そうですね、はい、ぐっすり快適パジャマっていう、まあ、ちょっと
検索していただければ、はい、私が出演するときはだいたいその日お値打ちだったりして4000円前後だったりしますの で、 そ、 うです、ね、はい、それでぐっすり眠れたらね、はい、もう皆さんね、着るとわかるって。今これをご覧になっている方がもし欲しいと思った場合は、はい、どのようにすればよろしいですか。番組のサイトがあるので、うん、じゃあ概要欄にご紹介、はい、ありがとうございます。よろしければ貼っていただければ、うん、手軽に熟睡感を得てみたいっていう入門編として着るものを変えるっていう、うん、そういう部屋着からパジャマに着替えるっていうことを試していただきたいと思います、うん、プレゼントにもねいいかもしれませんね。そうですね、それこそ枕みたいに合う合わないがないので、うん、プレゼントに結構買われる方多いですね、うん、睡眠って誰でもすることであり、人生3分の1は寝てるわけで、うん、実はすごい おざなりにできない大事な時間なんですよね、うん、でそこを良くすることだけで残りの3分の2の人生が質が良くなればいいじゃないですか、うん、そして願わくば笑顔で過ごせれば。それこそ睡眠不足だと皆さん思い当たると思いますけど、人間関係とかもやっぱメンタル面にも影響ありますし、不安感も増したりとか、あとやっぱり人が近づくだけで睡眠不足の人は恐怖を感じたりとか、データもいろいろあるんですけどもね、とかいろいろ影響を及ぼすのが睡眠の質と時間の低下なんです。だからそこを時間を伸ばせないのであれば質を高めていただいて、で朝すっきり起きて元気に日中過ごしてほしいっていうので、みんなが愛を持って笑顔で過ごしてほしいっていうね。すごくご自身もね、はい、笑顔が素敵な。そうですか、ありがとうございます。本当に美しいレイさんですけれども、ありがとうございます。今現在は、はい、恋人はいらっしゃるんですか。恋人ですか、いきなりですね、おりません。ぜひぜひお友達、でバイク最近免許取り出したので、バイク仲間も増やしたいので、すごい。大きさは250なんですけど、アメリカンって言って結構長い、サイズのもので、なので一緒に走ってくれる方も募集しております。はい、もういろいろありましたけど、皆さんもいろいろねあると思いますけれども、絶対乗り越えられることしか起きないって思ってます、うん、はい、今後のレイさんの展開も楽しみに、はい、しておりますので、ありがとうございます、はい、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。